松本英子マイストーリー。さあ、今日はですね、ブラブリッツ秋田ホーム開幕戦、ハーフタイムショーで歌わせていただきまして、試合が終わったばかりです。なんとここにはハージーさんが来てくださってます。こんにちは、こんばんは、おはようございます。いいね、いいねいろんな人がいると思う。はい、はい、お世話になりました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いい曲できましたね。ねえ、ブルーフレーム初披露でしたけど、はい、どうでしたか。皆さんに喜んでいただいて、こんなにたくさんの方にこう覚えてもらってね、うん、みんな歌ってくれてましたよね。スタジアムで、うん、やっぱり声が聞こえるともう鳥肌ものですね。なんかもうね、うん、もう涙腺緩くなりますよ ね, もうねリハーサルの時点でちょっと泣きそうになってましたもんね。そうなんですよ。もう私もこう選手の皆さんがこうあのバスで、うん、選手バスで到着するところも間近で見せていただいたじゃないですか、うんうんうん、それだけでももうすごい鳥肌で、本当に試合が始まるんだっていう、もうで実際試合が始まってからも緊張、うん、そのハーフタイムで歌うことに緊張してるのか試合に緊張してるのかも分かんないぐらいのレベルで、もうね、はかはかしかったですね。ねえ、はい、そして結果はドローということで、同点でしたけど、もうね、でも私たちにとって本当に大切な一日だったんで、ちょっとそう、ハージーさんに伺いたかった今回 の, そのブルーフレームのアレンジについて、あのここをそのブルーフレームの中で の, そのポイントとい う か, なんかこういうことを意識してアレンジしましたみたいなのってありますか。あのスタジアムが一体になるにはどうすればいいのかな。なるほど。で、あの英子さんとゼロイチで作った時も、はい、うんうん、ずっとサッカーの映像を見ながら。そうなんですよね。はい、あのお恥ずかしい話なんですけども、私あの今日初めて生でサッカーを、プロのサッカーを見たっていうぐらい本当に知識がなかったんですよね。そこからあのちゃんとイメージして、あの皆さんが盛り上がるものっていうことで、はい、ずっとねサッカーを見ながら学習しながら、そう、ね、あの作っている何時間もの間、うん、あのブラブリッツの、ね、試合を流してたんですよ ね映像を。そうそうそう、でこんな感じかなって言ってこうコードを探してって、そうですね、で、まあ、本当に最初はシンプルなリズムトラックと、はい、ね、ハジエさんの、そうですね、適当な拙いピアノがね、こうプラプラーンってあって、いや、そこから、はい、あんな風にブラッシュアップされて、はい、私もちょっともっとどぎも抜かされてびっくりしたんですけど、はい、すっごいですね。もう頭の中にあるんですか、そういうイメージって。あのでもルーツとか、あのサッカーのルーツってなんだろうとか、うん、そういうことはすごいググったり、うんうん、あ、調べて、はい、したんですけども、うん、なんか秋田にちなめばいいのか、はいはい、そのルーツの方、うん、あのスポーツとしてのサッカーのルーツの方にたどればいいのかな、はい、いろいろ悩んだ挙句、うん、ああいう形に収まったんですが。なるほどね、素晴らしいです、うん、本当に。でもみんなで歌えるフレーズをたくさん作ろうねとか、はい、ね、話し合いながら撮らせてもらいましたけど、はい、あのこのブルーフレームがまた羽ばたいて、うん、ねえ、チームの力になってくれるといいですよね。本当あのサポーターさんたちの熱量がね、うん、うわー嬉しかったです ね, ね、いや本当スポーツって、いや改めて素晴らしいなって、うん、今日は感激しました。ここでじゃ あ,、はい、あのサッカーのルールは覚えて、はい、そうですねまたオフサイドをまず覚えて覚えるところから始めて、はい、またちょっとブルーフレームをたくさん広げて、そうですね、いきましょうね。またたくさんの方に聞いてほしいです ね,、うん、ね、はい、というわけでぜひ聞いていただきたいと思います。はじ、い、さんどうもありがとうございました。こちらこそありがとうございます。さあというわけでお届けしたのは、3月16日ホーム開幕戦直後のハージーさんへのインタビューでした。いかがでしたでしょうか。ちょっとほやほやの感じ、私たちの興奮具合も少し伝わったんじゃないかなと思いますけれども、お話にもありましたが、ハージーさんはなんと初めて
サッカーを、ね、生で観戦できたということで、とっても感動していらっしゃいました。でもうこのインタビューの後にですね、一緒にお食事に行かせていただいたんですけれども、その時にあ、これを言わなきゃいけなかったっていう、改めておっしゃっていたのは、今回のブルーフレームの楽曲のアレンジをこう進めていくにあたって一番力になったのが、今回のサポーターファンの皆さんのウォーウォーの、声だったというお話でした。このウォーウォーの、コーラス、皆さんからいただいた録音の声を聞いて、もうその声に後押しされるように、もうむしろこう引っ張ってもらうぐらいの、感覚でアレンジが出来上がっていったということだったので、くれぐれもそのことを伝えてほしいというふうに伝言を預かっていましたので、代わりにお伝えさせていただきました。いや、私もですね、ファンサポーターの皆さんの声、レコーディングさせていただいた時にもうとにかく感動して、もう鳥肌ものだったんですよね。でその声に私も触発されて、レコーディングでは思いっきり歌が歌えたので、もう相乗効果でブルーフレームという楽曲は出来上がっていきました。で今回ですね、歌詞の方も、ファンサポーターの皆さんからの言葉をいただいて、書かせていただきました。いろんな場所に散りばめたんですけれども、私が特にですね、書きたかったことっていうのは、やっぱブラブリッツ秋田のこれまでの歴史、TDK のサッカークラブから、J3、J2 と、登ってきたこの道のり、たくさんの奇跡、そしてたくさんの人たちが関わって作り上げてきたこの歴史そのものをですね、次の未来へつないでいきたいっていう、そんな思いを込めて、ここまで来た道はすべてつながってる未来へという言葉に込めさせていただきました。それから本当にこうサポーターの皆さんからの言葉にもあったんですけれども、こう日々のね、積み重ね、とにかく1秒先1秒先をこう信じてつないでいくことっていう、そんな言葉があって、それをまさに歌詞に込めさせていただいて、1秒先をただ信じること、積み重ねてきた日々は決して裏切らないという、言葉に変えさせていただきました。この積み重ねていく日々っていうのは、今回の1万人プロジェクトのブラブリッツ秋田さんのこう活動を見ていても、こうすごくしみるものがあって、スタッフの皆さんが雪の日も本当嵐の日も、街に立ってこうフライヤーを配ったり、こう宣伝をしたりっていう、そういう姿も SNS でもね、私も見させていただいてましたし、どうやったらサッカーをこう皆さんに知っていただけるか、ブラブリッツ秋田のスタジアムに、ね、足を運んでいただけるかということを、とにかく一生懸命考えて活動されているスタッフさんをこう間近でね、ご連絡を取らせていただいたりしてたので、多分ね、睡眠時間がほぼなかったんじゃないかなと思います。それでもなんかその辛さを全く見せずに、クラブのために必死にね、でもどこか楽しみながらちゃんとこう日々を過ごしている、その積み重ねがちゃんと実ってきてるなって、思ったので、この歌詞がさらにこう選手の皆さんもそうですけども、こうスタッフの皆さんにもつながって、何かこう力になれたらなって、そんな風に思いました。 では改めて今回ハジェさんとともに01で作らせていただいた15周年アニバーサリーソングお届けしたいと思います。松本英子でブルーフレーム。たなびく旗を背に叫ぶ声が何度も繰り返し僕らを突き動かしてく、oh, oh, oh. Going to the top. 目指すのは Together as one. たった一つ走り出す、燃やし尽くせ。
知ること積み重ねてきた日々は決して裏切らない Oh, oh, oh Looking up to the sky 叫ぶんだ Burning the blue flame もっと熱く Giving a strong heart 響かせて稲妻のように立ちはだかる来たのはブルーフレームでした。勝利の女神が必ず微笑むように、思いを込めてこれからも応援していきたいと思いますし、皆さんも一緒にね、スタジアムでこの曲歌いましょうね。さて松本英子マイストーリーいかがでしたでしょうか。この番組へのご意見ご感想 FM 花火東京の X で受け付けています。そしてメールの方は873@fmhanabi.com 873@fmhanabi.com でお待ちしています。ブラブリツアー北を応援しつつも私松本英子の応援ライブもあります。4月の28日日曜日、大曲アンレイブで開催されます。松本英子 6.2 ミルハス総行ライブということで、先週生ゲストをおいでくださいました栗林聡子さん、さらにネオアステール、あやはさん、松本英子というこの4アーティストでお届けします。会場が5時30分、開演が6時から、入場チケット料金が3500円プラスワンドリンクとなっています。栗林さんとのコラボレーションもね、何にしようかなと今いろいろ考え中で相談しているところなので、その辺もね楽しみにしていただきたいと思いますし、初めてねお会いするアーティストの皆さんもいらっしゃるので、私自身もすごく、楽しみにしていますのでね、皆さん遊びにいらしてください。チケット情報詳しくは大曲アンレイブ、会場にお問い合わせいただくか、私松本英子のオフィシャルホームページからも詳細ご覧いただけますのでチェックしてみてください。そして6月2日デビュー25周年記念コンサート、こちらもチケットは発売中です。秋田芸術劇場ミルハス中ホールで開催いたしますので、ぜひそちらも合わせてチェックしてみてください。それでは松本英子のマイストーリー、また来週、愛と感謝を込めて、ヘバナの。